今年1月に発生した能登半島地震、いつどこで起きるかわからない大規模災害に対して日頃から備えておく重要性が再認識されています。そこで今回は在宅避難に備えて普段からできることを確認してみましょう。長野県危機管理部危機管理防災課の田中貴博さん、そして防災ダックに聞きます。まずは水、食料の備蓄が非常に重要になってきます。水は1人1日3リットル必要と言われています。最低でも3日分、できれば1週間分備蓄してほしいです。ただ賞味期限等がございますので、なかなか備蓄するのは難しいと思われるかもしれません。そこでおすすめしたいのがローリングストック法という備蓄方法があります。ローリングストックは防災用品として買う以外にも、普段買うものを普段より少し多く買い、使った分だけ買い足すという方法です。4人分の家族の備蓄量としてはこれぐらいが目安になります。野菜ジュースや缶詰などもありますと、災害時の栄養バランスを取ることにも役立ちます。さらに家にあるもので災害時に使えるアイテムもあります。ラップはですね、このようにお皿に敷いていただきますと、災害時に洗い物も減りますし、いざという時には防寒ですとか怪我の保護などにも使うことができます。他にも乳幼児がいる家庭、高齢者がいる家庭など、それぞれに合わせて必要なものを少し多めに買っておきましょう。忘れてはならないのがトイレの備え。トイレを我慢すると体調を崩したり、最悪の場合災害関連死につながったりすることもあります。お家の被害を未然に防ぐために、耐震診断や耐震化を受ける必要があります。県や市町村には補助金制度もあるので、詳しくは長野県のホームページをご確認ください。地震の怪我の原因は 30% から 50% が家具の転倒や落下によるものなので、例えば寝室に家具を置く際には倒れる向きを考えて配置する、転倒、落下、移動の恐れのある家具などは固定するなどです。地震に対する備えも大切ですが、6月からは雨が多くなり、水害が発生するリスクが高くなる季節です。日頃の備えを十分にしていただき、いざという時に備えましょう。